あさあ、あの、俺、日雇いさ、もうあかんかもしれん。日雇い上司に反抗した。ベテランの、ベテラン15年くらいやってる上司に、俺だけ反抗した。周りのやつみんな反抗してんくて、へこへこしてるやんね。周りに、じゃあの、15人くらい俺、あ、じゃあ10人くらい俺けど。まあ、周りの人は、まあ、年数が長いっていうのもあって、まあ、結局そういう人しか残らへんねんて、日雇いで。日雇いさ、なんだ、柄出し、建設現場の、解体だよな。みんな日雇いなんだけど、長い人は長いんだよ。で、俺はさ、晴れだったもんね。命令されるやんね。で、ただでさえもう俺嫌われちゃってるもんね。でも、そんなめちゃくちゃ反抗したわけじゃねえんだよ。で、ただその、リーダーっぽいさ、もう年は38くらい。それで、俺にさ、ね、もう言い方がね、言い方が明らかに、俺を、なんだ、俺とみんなの言い方全然違うんだよ。俺に対するときだけ、すごい、嫌な言い方するんだよ。みんなには、逆に、みんなにはすごいいい言い方、気分いい言い方してんだよ。それをより感じさせるために。それで、みんなには、みんな、鈴木、ちょっと、そこの、ゴミ、か出しといて、とか言うんね。でも俺には、もどき、ゴミ。もどき、ゴミ。もどき、ゴミ。こんなんやぞ。あごにこうやって。なあ。この違い何なのって話じゃん。ねえ。何それ俺が悪いんか。いや、俺悪いって言っても、なんだ、俺に原因があるんか。わからんけど、だって腹立ったもんで、最初はさ、最初の方はさ、ねえ、やっぱし、記者会だもんで、キャリア長い人に、はいはい言わんとかやん。俺も同じようにさ、はい、わかりましたって。ちゃんと言っとるやぞ。はい、わかりましたって。ある程度笑顔で。はい、了解ですって。別にさ、はい、了解ですか言ってるわけじゃないな。はい、了解ですって言ってるわけや。でも他の人とは明らかに違うんで。だもんで、俺が何回もそういう経験しとったもんで、ね、腹立ったもんで、おし、次行ってきたら、ね、ちょっと強い人で行ってやるぞって思って。どれを予想通り行ってきたもんで。もうでき、あれ、かつしてけ。何ぶらぼさっとしてたじゃん。風邪してけ。行ってね。そしたら、ね、了解。こんな感じで言ってんだよ。でもそれ、これだけやねんて。別に、反抗しとるってことでもないねんて。ただ、これは珍しいねんて、この班の中では。みんなヒコヒコしてるから。みんな、ヒコヒコっていうか、そいつに押さえつけられてるんだよ、結局は。俺みたいに反抗するやつは結局やめていってるんで。だもんで俺みたいに反抗するような、反抗って言うほどでもねえよな。でも、これほどもやるやつはいないねんて。みんなして、わかりました。了解ですって。もうほんとね、なんかね、押しつぶされてるような感じのやつばっか。で、唯一俺がそういうことやったもんで、みんな周りの俺の中でそういうことやったもんで、場が凍りついた。で、その班長もさ、そういうことやられたこともがさ、もうあんまりなかったもんで、なんかすごい引きつった顔で。で、その日はさ、それがあって、ね、もう懲りたのか知らんけど、まあ、ある程度普通に行ってきたけど、で、それで今日終わってさ、もう俺、なんだ、明日から、ボコボコにされるかもしれん、そいつに。だってもうお前、最近もうずっとやで。ずっと俺に対する言い方だけ違うやで。社会でもさ、社会でさ、こういうことありるわけやん。他の、俺じゃなくても。そういうやつってどうしとる？っていうかさ、それって何、原因俺にあるの？俺ちゃんとやっとるやぞ。何、俺の喋り方が気に入らんのか？な。気に入らんからそういう喋り方してくれ。じゃあ俺が改めるのか。いや、俺ある程度改めてるぞ。ただ、いや、でもさ、何？俺が変わらんといけないのか。これで言われるのがさ、ね、お前が変わらない限り、お前の人生は変わらないって。俺今日最近衝撃だったのがさ、最近じゃないけどさ、ね、今のあなたの人生は、今まで生きてきたあなたの人生の結果って、ネットで見て、腐ってきたよね。でもそういうのって別に俺今までも何回も見てきてる。ってかよ。結局さ、俺がこうやって、ね、上司に嫌われて、俺だけ言い方さ、態度悪く言われて、で、それでなんか耐えてへんの、そこ、日雇いで働いてるっていう。俺が、これが結果か、な。この人生が俺、結果なのか、な。この、悲惨な人生が俺の結果なのか、な。そういうことが、な。はーん。
何じゃあ、じゃあ、だから、だから俺が改めんといかんのか。なあ。俺が改める。いや、ある程度俺、苦労し、頑張っとるよ。こうやって文句言っとる言っとるけど実際。頑張っとるやんけ、俺で。なんだ。だもんね、さっきもさ、その態度の悪い言い方の中でね、俺は、自我を抑えつ、我慢しながらだよ。耐えながら、はい、了解です。ある程度その何回も言っとるやんて。だけど、あまりにも、何回も、ね、そいつが改まらんかったか、改まらんっていうか、態度が変わらへんねん、俺が、何回も俺が態度よくしてやってんのに。うん。それだから、俺もちょっと頭に来て、ああ、了解です。って言ったやん。何俺はじゃあその態度を悪く言われとる状況を俺が続ければいいのか、俺はそれ我慢し続ければいいのか、何社会ってどうなの、社会、他のみんな、他の社会人どうしとるね、俺の何立ち回りが下手なのか、もうちょっと抑えて、反抗すればよかったのか、まあ、あからさますぎて、ちょっと度が過ぎたから、もうアウトなのか、あるいは、今の人が、あ、了解ですはひどいから、あ、了解です。てか、ちょっと、なんだ、ちょっと、程度を抑えれば、まあ、俺は、よう、うまく当たれるのか。何よう、どうやってよう、うまく当たっとるだ。ねえ。何よう当たり上手な、社会人って、どうやって今の俺みたいな状況を、なんだ、乗り越える。ねえ。なんで、俺みたいな状況になら、落ちらん。俺みたいな状況の落ちってるやつって、どうやって、何こうやって動画で上げてさ、動画で上げて、お前、反抗せん。なんでこうやって動画で上げて、訴えん。ああ。何そうやって、そういうやつおらんの。ああ。みんなが、周りが10人ぐらいは、へこへこして、絶対に反抗しないような、ね、はいはい言う連中の中で、俺一人だけ、ちょっと反抗して凍りつくような、そういう状況になってないの。ああ。他の俺は、社会人は。何これが俺の人生の結果？ふーん。人生の結果か。どうする？その、言いとったやつおったや。あなたの人生の、なんだ、あなたの、今の人生は、今まで生きてきた結果って。そいつに聞くわ。俺のような今の状況どうすりゃいい？俺が、はい、了解しましたって言ったやん。お前そういう、それやれよ、じゃあ。はい、了解しましたって。そういう状況を想像して自分で。それ反抗せんのか、お前。じゃあ、お前だったら。なんだ。すっごいイラッとすんねんて。なんか俺だけみたいな。で、何？俺はまだまだ甘いって。何？もっと胸ぐらつかむぐらいまで、つかむぐらいまで反抗していい。それならいいわ。いいというか。そういう人もおるかや。そうやったら俺許されるやん。全然そんなの気にしんくていいと。もっとボロクソ言っていいと。じゃあだったら俺全然 OK や。全然 OK で何？俺の今のこの人生 OK なんじゃないの？ねえ。その言葉で言ったやつはさ、俺の人生はどういうの？まあ、俺、まあ、確かに大変や。それすでしかもお前なんか嫌われとる状況やな。なんかね、すべてが腹立つねんて。俺ね、本当に人生うまくいってないわ。本当に人生どん底や。人生めっちゃ汚いぞ、俺。だもんで俺 YouTube で上げとるやんな。披露しとるやんな。実際お前人生うまく、俺みたいに人生うまくいってるやつ、動画上げへんやろ。な。いや、というかね、俺のみたいに人生うまくいってない奴は、俺は哀れむから、慈悲の心で明らかく迎えるけど、今のことわざを言ったような、例えば、なんかさ、大卒で、ね、銀行を勤めて、公認会計士になって、財団法人勤めて、ニューヨーク支店に転勤して、なんだ、上級役員になって、とか、いかにもすっげえ綺麗なキャリアの経歴したやつ、俺と対談してもらいたいやんな。ねえ、お前なんでファイ日雇いやらんのと。なんでお前日雇いやってなんか上司に嫌われるみたいな感じにならんのって。俺言いたいやんな。なんか全てが腹立つねんで。結局さ、そこでもさ、結局日雇いでも、みんなして反抗せえへんねんて。あるいは俺のやり方が下手なのかわからんけど、不器用なのか知らんけど、まあ俺は不器用やな。知らんけど、俺その場を凍りつかせる、俺みたいに場を凍りつかせるような状況にならんやんな。俺そういう状況が腹立つねんて、なんか。何、まあ確かに、上司、その一番長くいる上司だから、それは反抗せずにうまく渡らなきゃいかんと。なんかその状況がイラつくねんって、俺。まあ、それ社会はそんなもんやろうけど。じゃあ逆の俺が立場だったら俺そうすんのかな。
逆の俺が、逆の立場になったら、その俺がリーダーに展開したとしたら、14年ぐらいやっとって。それぐらいで望むのかな。で、そういう時に、俺みたいな奴が入ってきた時に、どうすんのかな。ていうかさ、舐めとる上司おりゃん。そやつってさ、まあ、確かに、権力持っとて、で、みんな、長いもんでみんなひれ伏す、ひれ伏すから、でもさ、ひれ伏さんようなさ、やばいやつを、ようなやつが入ってきたらどうすんの？で、ひたしたら殴られるかもしれんやん、ほんの。で、上司がめちゃめちゃ調子こいとってたよ。めちゃめちゃ顎で使ってきてたよ。めちゃめちゃ命令し、怒鳴ってきたりしてたよ。会社だからってね、みんな言うこと聞くかもしれんけど、そんなお前、100人中100人がそんな人間じゃないわけやろ。ね。ほんで、やばいやつだったらお前、反抗してさ、下手したらさ、追い込まれるかもしれんやぞ。なあ。そういう状況ってあり得るの。まあ、俺はその程度、それほどの人間じゃないよ。うん。そこまでやらん、俺は。うん。だって警察沙汰になっちゃうかもしれんしな。でもさ、仮にそういう状況で警察沙汰になったとしたらさ、裁判である程度さ、訴えれることだよ。パワハラであり、人道に反するやり方なわけでしょ、そんなもの。みんなに対する態度と違うわけでしょ、ある意味。明らかに。で、究極警察に、ねえ、前疲れた。めんどくせえ。